金のラマさんだ。え、こっちのラマさん安くない ?50 ビーバックスで開けれるの。相変わらずおしゃべりなラマだぜ。あ、金になった。今度は金だ。お、なんかレジェンドとかエピックの設計図があるよ。剣だ剣、やったね。まあ、クラフト素材がないと作れないけどな。初のレジェンドの設計図だな。やったね、使うのが楽しみ。Use the trap to summon your defender. Select a defender, then select a weapon. Make sure to give your defender some ammo. 今回は、ここにディフェンダーを呼び出すよ。一緒に戦ってくれる CPU だね。へえ、そりゃ頼もしいな。せっかくなんで息吹を持たせてあげよう。弾も結構多めにね。今回のクエスト、ストームシールドの防衛は、ディフェンダーとしっかり協力しないと難しそうだからね。Nicely done. 頑張りましょうね、お姉さん。で、出たー。おい、なんだあいつ、今までのとサイズが全然ちげえぞ。近づかせたらヤバそうね。拠点が壊滅させられる。どこにいるんだ。まだ来てないか。とりあえずハンティングライフルで雑魚処理ね。おい、霊夢、あれ、うわ、来たよ。近づかれる前にハンティングライフルでできるだけダメージを。よし、いい感じ。で、邪魔邪魔、近くに寄ってきたやつに当たっちゃったな。そう、雑魚に構ってる暇はないんだ。あいつをなんとか止めなければ。やっと半分くらい行ったか。でもちょっとずつ接近してきてる。雑魚処理はディフェンダーのお姉さんに任せて。私はあいつを倒すわ。あ、でも、角度的に半分くらい振るはもうきついか。よし、アサルトに切り替えだ。頭を集中的に狙って一気に削る。おお、いいダメージだ。でも味方のお姉さんがピンチだ。やられた、よくもやったな。これでもくらえー。おお、剣でスマッシャーを倒した。今のはかっこよかったぜ。どう？忍者っぽいでしょ？てかその剣作る素材足りたんだな。それより、早く味方さんを助けないと。復活の仕方はバトロワと一緒だな。これでもう大丈夫。二人でここを守りましょう。ハスクが大量に帰ってきたが、大量のトラップが発動。ふふ、メイン拠点のストームシールドはそう簡単には落ちないよ。ここに来てディフェンダーのお姉さんもしっかり活躍しているな。うん、やっぱり味方がいると心強いわね。さて、壊れた壁を修復して、敵が溜まってきたところに、一気にアサルトをぶち込むわよ。お、なかなか効率的に動けてるじゃねえか。こうやってサクサク倒せると気持ちいいわね。超高軽弾アサルト、連射が速くて爽快だよな。さて、最初のウェーブは残り30秒未満。この調子なら大丈夫そうね。あ、でも近くの壁壊されたぞ。大丈夫かお姉さん、今助けるわ。あのでかいのは体力多いからな。サポートが必要ね。で、蜂の巣ゾンビ。そう、痛い痛い。ああ、シールド割れちゃったよ。あとこうやって黒くなっちゃうのは何なんだろうな。誰か詳しい人いたら教えてください。さて、もうちょっとでおしまいだね。もう大丈夫かな。で、最後の最後にダウンするのかよお姉さん。ま、クリアできたからいいけどさ、もっと安全なところに立たせてやるべきだったかもな。さ、すぐ次の襲撃が始まるよ。今度は増幅器へよ、南から襲ってくるみたいですね。さて、ここにもディフェンダーを配置。今度はおじさんですね。なんかさっきの人より私服っぽいが、ま、剣持ってるし大丈夫っしょ。さあ、ウェーブ2が始まったぜ。まずは敵の巣の近くまで行き、最前線でできるだけ数を減らすわよ。と、言ってもいきなり数が多いな。大した数削れなそうだぜ。く。そう。でもまだ防衛の第一段階だ。増幅器にはまだまだ到達しないはず。お、増幅器はまだ無傷だな。ここのルートには壁を2枚設置したから、ここから来ようとする奴はだいぶ足止めできるわね。やっぱ壁壊してるハスクが一番倒しやすいな。で、後ろに回られてた。そう、いろんなルートからちょこまかと。反対側からもお腹に入られてるかもしれんぞ。大丈夫、一応ディフェンダーのおじさんもいますから。で、仕事してないじゃねえか。ハスクが全部鉄の壁で止まってたんだ。むしろいいことだろ。そうね、おじさんは第一の壁が突破された時の保険。できればその前に全て倒しちゃった方がいいわよね。うむ、でも二方向から来るからやっぱり距離がきついな。わ、ここでアサルトが壊れちゃった。剣に切り替えよ。そう、蜂が。鬱陶しいな。
かなりダメージ食らっちゃったから、一旦離れた方がいいかもな。でもまだ第一の壁はギリギリ持ちこたえてるね。やっぱり鉄や石で作ると安定するな。この前のマチュピチュ作戦の時より、壁も高くしてるしな。よしよし、順調に倒せてるんじゃないかな。あ、でも、ちょっと入ってきてる。大丈夫かおじさん。おお、やるじゃんおじさん。普通に強いじゃん。剣持ちのディフェンダー、頼もしいわね。ほら、頑張れ頑張れ。おっと、ここの壁も壊されちゃってるね。修復する直前におじさんが入ってきてくれたな。マジナイスじゃん、ありがとう。おかげでだいぶ余裕できたわ。私も負けないように剣を振るわよ。さて、もうちょっとだな。今回も大丈夫そうね。って、あれ？どうした霊夢？これって、スペースキーに変えをしたらめっちゃ飛べる。やば、今頃になってめっちゃ基本的なテクニック覚えちゃったよ。たまにビヨーンって飛ぶの、何かなと思ってたんだよね。え、それめっちゃ便利じゃん。今頃気づいたとか、もったいないよね。お恥ずかしい。でも次からこのテクニックを駆使して華麗に戦っていけるかも。さあ、ウェーブ3。今回もさっきのように、まずは最前線で敵を狩るよ。一体一体、できるだけ手早く倒すんだぜ。そうね、あとは遠距離攻撃仕掛けてくるやつとか、厄介なやつを優先的に倒していきたい。ピッチャーゾンビやガンマンゾンビだな。あいつら普通にエイムいいからな。いた、ここで大ジャンプ。そして背後に回り込んで一気に倒す。いいねー、忍者っぽい戦い方ができてる。バトルロイヤルのトップとは一味違う。ダイナミックな動きができるんだな。そう、これが世界を救えの魅力だよね。剣とかも使えるし。ま、剣に関してはちょっと前までライトセーバーあったけどな。でも、PVE での開発があるからこそ、バトルロイヤルにもスムーズに導入できるのよね。確かにな、バトルロイヤルに面白いアップデが来るのも、世界を救えのおかげかもな。おっと、銃声が聞こえる。ディフェンダーのお姉さんも戦ってくれてるんだわ。はい、ここらでまた、世界を救えならではの要素をご紹介。行くよ。クナイストーム。おお、なんかかっこいい。今のはヒーローのスキルだね。ロッキーで発動できるよ。これももっと前から使えたらよかったんだけど、最近気づいたんだよね。いやー、それにしても、バトルブレイカーでやっといてよかったわ。このレイガースキン、アクロバットな動きができるからお気に入りよ。よし、ウェーブ3もクリア。最後はお姉さんの活躍が目立ちましたね。さ、次でいよいよ最終ウェーブだな。今度は増幅器の西側から襲撃ね。今度はあれか、時間制限じゃなくて、一定数敵を倒せばいいんだな。オーケー、やってあげるわ。剣で一気に切りつけてやる。相変わらずおじさんがいい働きしてくれてるわね。マジで頼もしいな。さあ、残り30体ほど、頑張るわよ。待って、今サンタさんみたいなやついなかった？ああ、あいつはやばい。なぜなら、爆弾設置してくるから。いや、あのプレゼント爆弾だったのかよ。でもおじさんは無事みたいね。ちょっと壁壊されたくらいで、被害はそこまで大きくなかったわ。うわ、でもどんどん入ってきてるぞ。頑張れおじさん、もう一踏ん張りだ。これ、おじさんが倒した分も数にカウントされるっぽいな。ほんとだ、残りの数どんどん減ってる。やるじゃんおじさん。てか剣の使い方教えてほしいくらいだわ。明らかに霊夢より上手いもんな。正直私適当に振ってるだけだからね。もっとかっこよく使えるようになりたいな。ま、少しずつ慣れていけばいいんだぜ。さて、もうあとちょっとですね。はい、というわけで、なんとかクリアできました。初めて知ったことが色々あってよかったです。と言ってもまだまだ初心者なので、知らないことや使えてない機能はたくさんあるんだぜ。でも、やればやるほど慣れてきて、できることが多くなって楽しいわ。使ったことない武器とかもまだまだあるわけだし、私たちからしたら新鮮なんだぜ。それじゃあ、私たちはそろそろ失礼します。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。